はい。えー、前回はね、はじめの一歩に例えて、新しい資本主義の形をお話ししました。その続きになります。えつまり、何かに挑戦する際に、まだ何の実績もない時に、金銭的に精神的に応援してくれる人がいれば、消えることのなかった野望、それがね、今救われる時代になったんですよ。えそしてトークンの販売によって、 初期の頃に無名の頃に応援してくれた人に大きく還元できるというふうな仕組みもできました結果資本主義の大きな変化が今訪れたっていうのが冒頭から申し上げていた産業革命のような大きな社会変化が来ますよってことなんですよ株式会社から NFT の時代に変わってきたっていうのはこういうことなんですよねそしてね動画の最後になりますけどもこれが本当の最後です NFT にに関関わわるるメタバースに関わる 今後注目すすべきき暗号通貨を10個ぐらいいお話してて今日は終わっていきますねこの通貨の一つ一つについてはこれから少しずつ皆様に解説していきますのでメタバースや NFT の時代が確かに来るなと思ったらそれぞれこういうのをね購入しといてもいいんじゃないですかねまず一つ目は MANA という記号で示されていますデセントラルランドデセントラルランド デセントラランドですね。ちょっと読みにくくてすみませんね。MANA ですね。次が、えー、アクシ e i n ィ i n i ー i e AXS という,う、そういうふうなシンボルです。で、えっ、ー、と、サンドってのもありますね。えー、サンドこれはねあの、メタバース上のランドに特化した暗号通貨なんですけども、サンドボックスってやつです。SAND ですね。これちょっと注目ではないですかね。あとね、 シータっていうのがあります。シータネットワークってやつです。で、日本で上場したのがエンジンコインってやつですけども、これもシンボルが ENG ですけども、これもいいんじゃないですか。もうすでに5、6倍になってますからね。次が寿司スワップです。まあ、インフルエンサーのおかげで有名になったスワップですけども、寿司というシンボル、SUSIS ってやつですね。SUH 寿司。SUH SHI ですか。はい。で、次が WAX です。WAXP。これ狙い目ですね。かなり狙い目です。で、えー、チーク VR っていうのもあります。CEEK。これがね、ユニバーサルと提携したんじゃなかったかなと思いますよね。次がシンボル。UOS。ウルトラってやつです。で、次も狙い目ですよ。アリスっていうやつが狙い目です。MyNeighbor イイってやつですね。アリス。 狙い目で分かります。で、また DVI とかね SoulSoulWemixWemix、えー、それからアバターについて特化したのが Hero ってやつですね HERO で最後に紹介したいのが ILV です、ね、耳慣れないものばかりだと思います私も言い慣れないものばかりなんでなんかすごくね言いにくいんですけども まあ、新しい概念で使われる言葉っていうのは、いつもね、言いにくかったり、とつきにくいこのばっかりですね。まあですから、これから慣れていかないといけないんですよね、まあ。そもそもフィンテックって言葉、今では言い慣れてますけども、最初に出てきた時は何のことかわかりませんでしたからね。メタバースっていうのも、Facebook が知らせてくれたからわかるようになりましたけども、でも Facebook 自身は随分前からメタバースについての知見を広げてきたってことなんですよね、きっとね。はい。ということで、えー、長い動画になりましたけども、 NFT について以上になります。また皆さんとね、暗号通貨いやブロックチェーン、新しい時代のことを話していけたらなと思っております。では以上です。ありがとうございました。